始まりますよ。あ、こんばんは。来てくれてありがとう。あざっす、あざっす。楽しみだよ。うん、ドラゴンズドグマ。ハロー。ハロー。よし。これゲーム時間になるまでどの画面にしとけばいいんだ素人こんにちは。あ、マジ？もう時間？ほら、新しいゲームの出だしだからさ、人が来てからと思ったけど、まあ来るかわかんないから、まあやっちゃっていいかって感じもするね。はーい。じゃあね、新しいゲーム、ドラゴンズドグマ2。これはね、動画多分しないで配信だけになると思うんで、来れる人は一緒に楽しみましょう。音量とかなんか見にくいとかいろいろ不備あったら、いろいろ教えてください。キャラクリしておいたんだけどさ、いつ読み込むのか、ちょっとそういうの知らないんだよな。あ、ごめん。ちょっと待って。ヘッドセットしてなかった。何も聞こえねえなって思ったら。字幕オン、オン、オン、オン。明るく。うん。できるだけ明るい方がいい。このゲーム結構怖いんだよね。私怖いの苦手だからさ。ん？おう。ちょっと明るく。こんぐらいしようかな。あと、酔い、私は酔ったりもするんで明るくね。あなたの年齢も、そんな、そんなもんなんで、あれ、年齢なんかあるっけ。まあ、私はまあ、二十歳に近いんで、二十歳にしておこうか。ああ！皆さん来てくれてありがとう。え？何？これ。あ、はいはい。ドナベッチだ。ドナベッチ。ネットワークき、あ、あ、はい。自分のキャラは、私がキャッ作ったね、ポーンめっちゃ可愛いから、期待しててほしい。マジで。うわ！ドグマ感。この辺はとりあえずはまあいいとして、行くよ。始まっちゃったよ。早くみんな来て10人ぐらい来たらいいな。信念とは大いなる力に到達した人間の意志である。ちなみにドグマ1もプレイ済みですごい好きなゲームです。うわ、綺麗。綺麗なドグマ。あ、ありがとうございます。犬石さん来てくれた。デルタじゃなくても来てくれて嬉しい。はい。みんな来てくれて嬉しい。すごい綺麗。どうか静粛に。
長きにわたり我らがベルムントは真の君主不在の時代を送ってきた、うんうん、それは承知だろ。前のはね PS3 だったからね。この竜骨の玉座も戦王エルランドゥ以来数十年主を求め続けてきた。だがそれはもはや過去の話、もう耐える必要はないのだ。今まさに摂政公が統治する時代は終わりを迎えた、うん、今こそ皆で讃える時が来た。我らが待ち望みしよう。おお、誰、王様、各社王様の、え、各社が王様、お到来よ。各社ってまあ、主人公というか、おお、なんと主人公じゃない各社もいるか。陛下に永遠の忠誠を。誰？私何の情報も入れてないの。トレーラーとかも全く見てないんですよ。何の情報も入れたくなかった。もう楽にしろ。ありがとうございます。マー君さん、ありがとうございます。あ、ついよやる予定、あ、楽しみだ。一緒に頑張りましょう。ありがとう。竜を滅ぼせし者のみが座すことを許された場所が今まさに、これ私かな、ネタバレは良くないからね。各社をこそ我らが崇める、あたいキングなの。王に祝福あれ。我らは皆王の治世が末永く続くことを願い、うんうん、そしてまた永遠に王の助けとなることを心に誓わん。うん、頑張ります。あ、今編集してるんでちょっと待っててください。ありがとう。各社よ、竜をほふらんとする者よ。この世界の真なる姿を民と欲するなら、貴様は断りを捨てねばならぬ。心を捨て、命をも捨てる覚悟で、貴様の意志を示せ。運命を変えうるのは汝の意志のみなのだ。ん？あ、誰の声？発掘現場、牢獄。発掘現場。おお、牢獄。杖がおもちゃみたいで可愛い。え？さてどいつだ？黒焦げだったのは。フィスか。顔と名前を記録してやる。さっさと前に出ろ。キャラクターを選択します。何人かの。あ、フードが自分で作るやつ。あれ、これで読み込めるのかな、なんか体験版みたいので。ゲームやこれやな、名前か。これ、ん？これでいいのか。あ、獣人だ。じゃあ、あはぁ、わかった。これでいいってことかな。お前だな。はい、坊やで。お、来た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 。これです。見て、かわいいでしょ。かわいいのよ。すごい弱そう。タノリスチーフでいきます。本当はね、だが気に入らねえな。安心にしちゃふてぶてしい。ん？もうポンがいる。
半人ってのは目が死んでるもんだ。ポーンって半人って書くんだ。死んだところで生き返るなら当然の話かもしれんな。ねえ、ポーンもいるんか。まさかお前はそうじゃないのか。俺たちのように死ぬのが怖いのか。うん、だが安心しろ。3日もここで働いてれば死にたくなる。ついてこい、ノルマども。魔法感ないよこの人。ロッド持ってるけど。あ、イリーさんこんにちは。こんばんは。嬉しい。見てて。3日もここで働いてば。出てこい。あの人絶対脳筋だろ。おー、まあ顔、うちの子いますか。なあ、助けてくれよ。なあ、うちの人。どうでもいいわ。どうでもいいって。何か用かい。嬉しい、いっぱい来てくれた。お願い、誰か助けてよ。なんかみんな辛そう。挨拶。仕事の邪魔はしないでいただけますか。うん、敬語だね。こんにちは。立場をわきまえろ。立場をわきまえろ。はい。悪いことは言わない。早く整列した方がいい。監督優しい。取り出す前に。お。走れない。まだなんか走れないのか。なんで捕まってるんだ。任務中の死後は禁じられております。なんか獣人の人たちみんな丁寧だね、喋り方が。ちなみになんて気にしてられない。すみません。そんな目で見ないでよ。はい。どんな目してんだ。あたいは今穏やかな目だけど。おお。何？穴掘り場。ポーンたちの穴掘り場。発掘現場ってなんだ、さっきから出てる。何やってるんだクズが。さっさと歩け。あいつだけだよ一人怒ってんのは。プンスコプンスコ。人生振り返ってる。いつないな。あっちに行ってろ、邪魔だ。はい。多分人間様はよ。走れないよ。オートセーブ入った。傷は大丈夫です。セーブがね。無理しないでください、はい、あ、ルークじゃん。あ、ルークだよ。ルークちょっとみんなドグマやった人いる。ルークだよ。この環境はかなり悪いです。ポーンならまだしも人の身では。あ、声、あ、顔も似せてるね、ちゃんと。あ、この髪型ルークか。私ルークの髪型じゃん。現場に行きましょう。彼を怒らせてはいけません。あ、声がポーンじゃん。前の私この声だったんだよ、前のポーン。このルークさ、自分のポーンができるまで音もしてくれるポーンなんだよね。懐かしい。あ、走る走る。あ、もう走るだけ。ルークだよ。話しかけないでいただけますか。はい、ルーク。下手な行動はしない方がいいです。監督官は容赦をしてはくれません。ルック、どこ行った。ルック、もうドグマやった人はもう大体知ってるから。あれ、まず確認、そして判断。ルック、どこ行った。
ごめん。酔ったらごめんね。大丈夫？昨日も今日も一緒ね。余計なことを考えちゃう。暗いからね。よし！仕事にかかれ！うち絶対知性なキャラじゃないよね。魔法使いっぽいけど。岩を確保する。奴隷かい？どういう状況？お前も働けくずが。あ、わからねえことは他のお仲間に聞きやがれ。はい、いつか蹴り入れてやる。仕事をするのですね。うん、では奥の作業場にある岩をここまで運んでください。はーい。いや、これ運べるかな、この私の軟弱そうなキャラで。絶対重いよ。いや、おかしいよ。普通なら運べない大きさだよ。ん？ん？ほい。余裕だわ。すごい軽々やってるわ。邪魔なら飛び越えてください。これ持ったわ。飛び越えろっつってるよ。ほい。おう。怖い？お疲れ様でした。では次は。うん。あ！びっくりした。何でしょう？あちらに行ってみましょう。うん。もうルークの声が良かったな。ダッシュ、ワールさん。丸って珍しくね。やりづらいな。お、なんか来てるぞ。ドラゴンか。あ、違う。あ、これあれじゃん、濡れ女みたいな。に、モーロン、ミョウっていう濡れ女みたいな。なんだっけこれ。まさか目を覚ましやがったのか。行け。目を見ると石になるやつ。行って行ってこい。メデューサが、うん、あー、目を見ちゃいけない。え、いきなりこんなのだったのか。わー、あ、もう戦うフラグだ。武器が出たもん。あ、なんか顎が変だな。まあいいか。ありがとう。すげえ、いきなり。おー、マジで。チーフの武器は手数です。隙を狙って攻めましょう。ちょっと待って、ダッシュ。四角ばっかりな。なんかよじ登れないっけ。お、いいね。おいやー、おりゃー。チーフは盾を持てない代わりに回避がしやすくなっているはず。人身。あれ、あれち、なんだ人身って。ああ、避けるのね。はいはい。岩や樽など持ち上げられるものを投げて攻撃することもできます。おお、来た来た、これこれ。おや、顔だ。おや、おや、おや、顔じゃねえなこれ。もうちょっと。いやー、ニョロニョロしてる、ニョロニョロしてる。あ、目が。あ、光ったね。私今浴びたの。あ、石になっちゃった、あの人。あ、大丈夫だった。若干顎がないな。あなたにはなすべきことがある。あなた、いつまでもここに留まってはなりません。記憶を失っているのですね。忌まわしい呪いのせいでしょう。ですが心配はいりません。うん。運命を信じるのです。あなたは各社ですから。各社様だから。これ誰だろうな。信じられ。何？ルークに何したの？逃げやがったか。
あ、おい貴様、戻ってくるんだ。変な色になってたよね、目が。なんか逃げるんです。私のキャラ内股じゃね。こんなに内股だったの。誰かの指示に従い、この場所から逃げる。やっぱルークだよな、俺たちの。わほー。あ、このゲームさ、水に入ると死ぬんだけど大丈夫？2はどうなの？クソが自殺しやがった。このタクシー犯人だろうと。自殺した絶命した。わー、グリフィン。一体何をやってる？撃ち落とせ。だってびっくりしたもんね。泳げるかと思って入ったら普通に死んだんだもん。みんながやると思うよね。やれ、撃ち落とせ、撃ち落とせ。わあ、クリビー。記憶なき魂、この世界を知りなさい。あなたが守るべきこの世界。かっこいいな。味方かい？グリフィンと戦うの面白いんだよ。掴まれてさ、すごい上に持ってかれてさ、そうするとポーンが焦ってさ、受け止めますとか言って頑張って走ってくるんだけど、その前に落とされて死ぬみたいな。ちゃんと受け止めてくれるとかっこいいよ。ちっちゃい子だとどうなるんだろう。でかい各社でちっちゃいポーンだと受け止められない。二人とも死ぬみたいな。面白いんだよね、いろんなのが。なんかね、とにかくね、ポーンとの冒険を楽しめる人ならすごい楽しいと思う、このゲーム。本当にアクションも普通にカプコンだから面白いです。美人そうな人。ああ、かわいい。わ、すごい綺麗なドグマだ。すごい綺麗なドグマ。あれ、さすがにかわいそうじゃ、かわいそくね。ひどいの刺したね。モンハンみたいな借り方したね。きれい。楽しみすぎるよ。あ、そうなんだ。え、味方だったの。かわいそうすぎる。あたいの本は一体どこへ。ああ、顎がない。ちょっとこの辺はひどいね。これはちょっと分かんなかったな。ロチ様、近づいてはいけません。はあ、こういう感じで死んじゃうんですよ。ユージブルに飲み込まれても私たちは死ぬわけではありません。あ、そっか。この近くにリムと呼ばれる石があります。はい、それを探してください。ああ、あなたがロチ様なら、ああ、私たちはきっとまたお会いできるでしょう。ああ、そうそう、借りれるんだよね。でもルーク育たないからさ、結局借りられないんだよね。おい、大丈夫か。一体何が起きた？誰？グリフィンが現れたと思ったら墜落して。ジャスティン。そこにお前がいるということは、まさか、うん、お前か？グリフィンの背中に乗ってたのは。そうです。よく無事でいたもんだ。手当てしてやるから砦で事情を聞かせてくれ。うん。ペットではないの。脱出トロフィーゲットしました。群青の滝。なんか落ちてない。
あ、ごめん。バット、ノート、あ、グリフィー、刺激か。いい腕だ。おそらくメルベのレンナルト殿だな。レンナルト、片付けるのはかなりの手間だな。しかしこんなところに洞窟があったとは。洞窟か、来ることになりそうだね。私たちのせいで死んじゃったよ、この子。悪いことしたな。開ける。うお、癒しの、あ、私そうや、なんかコードゲットしてないや。なんか武器をもらえる特典のコードもらってないや。牢獄から逃げてきたとかいう話だが、一体どこの牢獄なんだ。そんな牢獄、こういうとこもね、コーンがずり落ちて死んだりしてね、大変なんだよ。楽しいのよ、これ怪しい。あの国とベルムントは国交も途絶えてるし。素材、素材大事だから。あ、なに、超キズ、キモい。ゴブリンか。体力が減ってきたら薬草か回復薬を使うんだ。うん、ほうほうほう。敵の攻撃はガードが回避をした方が。うお、かっけえ。待て、ちょっと待って、背中からのこうあれに、あ、R3 押し込みで月の少ない攻撃で敵を拾わせるんだ。あ、結構減っちゃったな。月の大きい攻撃は大きなダメージを、あ、うるせえおめえ。探れば何か役に立つものが見つかるかもしれない。オーンじゃないやつが喋るな。人間に当たりが強い。かっこいい。お前ドラゴンを見たことはあるか。あるある。あ、ないない、この世界ではない。どこに行くつもりだ。あ、手当ては強制採取さして。なんかあるで。結晶、これ絶対やばいやつじゃん。あー、丸がダッシュすごいやりづらいな。あー、飛び込んできたぞ。おお、いい。お、あ、敵をひるませるってどうやるんだ。うわー、あばい、死ぬ。ちょっと待って。あ、間違えた、死んじゃった。待って、アイテム、アイテム、もう使っちゃうからこういうの。あー、ちょっと待って、ジャンプ。おお、かっこいい。ロックオンできないの、ごめんね。ちょっと慣れるまでちょっと見にくいかも、すまんな。おお、ほらほら、はい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 。わあ、投げる意味が、ちょっと、ああ、ダメージ食らうんだ。もうレベル2です。おい、どこに行く気だ。あ、うるせえ、ちゃんとついてこいよ。はい、すいません、旅慣れてなくてすいません。よし、あー、そうそう、このね、アイテム重量があるの分かる？タノリスって書いてある下の HP の右側にあるやつ、これ以上持てないからね、いっぱい持ちたい人はね、自分かポーンをね、大きい体の大きさに準じてこう持てる重量が多くなるからね、ポーンか自分を大きくした方がいいよ。アーリー、チーフ、
トリアルを開く。ん？マップじゃね？チュートリアル。いや、パッと押してるけどな。お、ムービー、オープニングムービーに出てた人。ようこそ、かわいい。あなたのご到着を心より歓迎します。ポーンの挨拶。フルジェない。どういうことだ、ポーンどもが。私のキャラ顎がなくてがっかりしてる今。お前各社だって。ああ、なるほど、高橋ありがとう。リムストーンをお探しなのでしょう。はい、ご案内いたします。あ、この人ポーンだったんだ。どうぞこちらへ。はい、これはリムストーンと呼ばれるもの。これでポーン、死んだポーンを呼んだり人のポーン借りたりできます。我々ポーンの民を現世に渡らせる門の役割を持つ石です。うん、まずはあなたのポーンをお呼びしましょう。思い描いてください。あなたに従う忠実なるものの姿を。かわいい、私のかわいいポーンが見れるよ。マジかわいいから、みんな好きになっちゃうから。うん、ドキドキ。あるん、えへへ、獣人だよ。かわいい、かわいすぎる。この世界はあまたある別の世界、異界とつながっており、我々はそこを行き来することができます。うん、かわいい、アルン。ポーンの役目は、かわいいっしょ、各社様にそうした世界での経験を持ち帰り役立てること。うん、各社様どうかお任せください。かわいいでしょ。様々な異界の情報をもとに旅の助けといたします。うん、マジかよ、本当にポーンを呼び出しちまった。各社様を舐めないでいただきたい。じゃあ、あんたが各社なのか。変だな、各社は今、譲渡に。青年ですね、男の子。各社ってのは、世界に一人じゃないのか。うん、くそ、俺にはよく。あ、そうだよね。あ、でもね、プレイステーションネットワークにいっぱいいる。詳しいのは団長なんだが、あいにく今は留守にしてるもんでな。スチームとかにもいっぱいいる。お前に話を聞くのは団長が戻ってからにしよう。それまでは自由にしてていいぞ。うん。何？記憶がないって。だったらメルベに行ってみろ。メルベ。少し前にドラゴンに襲われた村だ。おお。ドラゴンに襲われたのかな。各社はドラゴンと深い関わりがあると聞く。うん、本物の各社なら何か思い出せるかもしれんぞ。うん、国境監視団野営築営地。おう、リムストーン、サポートポーンを共にしてもレベルが上昇しません。これもう呼べんの？各社様、私にお答えできることならば何なりとお尋ねください。ワンはね、あのフレンドのポーンは無料だったんだよね。今回どうだろう。私、はい。ポーンとは何か。一応我らは漂白の民と呼ばれています、うんうん。異世界よりリムを通じて各社様のもとに参り、力となるが務め。うん。しかし我ら自身、我らが何者かを知りません。我らはただ定められたなすべきことをなすのみなのです。うん。リムストーンと呼ばれるその石はこの世界以外に存在するあまたの異世界とつながるもんです。我らはこの石の力によってこの世界に渡り、役目を終えればまた元の世界へと帰るのです。でお金とは別のあれだっけ。運命によって選ばれ我らポーンの民を導き、竜を撃つ定めを負った方をそう呼びます。うん、
各社様がご自身の記憶を失われているとしても、その定めから逃れられるわけではありません。うん。記憶を失ってるのか。承知いたしました。各社様の行く先に幸多からんこと。うん、でも、あれだよね。ワンはさ、いきなりドラゴンに襲われたんだけど。ああ、見て、見て、見て。かわいい、弱そう。かわいい、かわいすぎる。うちの子、ええやろ。もう人も借りれんか。おお、いる。フレンドさんのはすぐ来る。もうすでにいるはず。フレンドさんのかな。あれでもフレンドさんの、フレンドさんのツイッター X で見たポーンがいねえな。しかしてレベル？あ、いえ。レベルであれなのか。もしかして200とか、レベル200とか借りれないやつ。誰かの借りていこうかな。フレンドさんのかわからんな。まあ全部フレンドさんなんだけど。同時ならイケメンと、いやでもみんな、あ、この子かわいい。私は支援行動を重視し、常に各社様に寄り添います、うん、戦いにおいては各社様の行動に準じます。 ありがとう。うん、これフレンドじゃねえな。あ、金が、やっぱこれフレンドじゃないわ。うん、じゃあいいや。特別なポーン。あ、公式ポーンね。とりあえず今いいや。各社様、私にお答えできること、我らは漂白の民と呼ばれて、しかし我ら自身、あ、ごめん間違えた、我らが何も承知いたしました。あ、あ、やった、腐りかけって書いてあったな今。まあいいや。毎日忙しいわね。ほら、うちのポーンもうライランタン持ってんな。あ、私も持ってるよ。油がないとね、確か消えちゃうんだよね。消えちゃったと。何？私に刃物を向けているのかい？あそこに見えるあれ、どうにか手に入れたいですが。どれ？どれ？出かけるのか？顔色が悪いが、女子は少しくらい休んでいけよ。そっちの宿舎のベッドが空いてるからな。無理して死んじまったら元も子もない、ね、みんな美人だよ。どこへ行け、あ、ごめん、ちょっと待って、どこだっけね。あ、なんかこの黄色いところ。なんかこの人普通じゃない。いや、どうも。どうも。さあさあ、何でもあるよ。モンゴメリーだ。プレゼント。あ、こいつ、親密度がアップしてきますね。プレゼントくれるのは、親密度アップして、いい仲になれる人。あ、オイル欲しい。でも、拾いたい。
幼少は辛いけど楽しいよ。あ、圧倒してるからか。また来てくれよ。まあぶねえ。うん、ああね、宿屋でセーブしたら、あ、落ちる時に宿屋でセーブした方がいいよ。このゲームすごい特殊だからね、オートセーブだよりはダメ。宿屋に泊まったら全部のセーブデータがオートセーブ消えて、セーブ宿屋のセーブデータになる。うん、でオートセーブしてるからってなんか切っちゃうと、何かを選んだ時になんかあの宿屋、前回の宿屋まで巻き戻っちゃうね。疲れたらとにかく寝ろ、そういうもんだ。寝る以外のことがしたけりゃもっといい宿を見つけな、うん、うまく説明できないなら説明すんなって感じなんだけど。ウォリック、宿屋なのにかっこいいじゃん。今は適当に武器を振り回してるだけかもしれないが、専門的な職に就けばできることは増える。メルベに行ったら宿屋に寄ってみな、うん、あそこならいろいろできるはずだ。昔ワンでさ、みんな宿屋で話しかけるじゃん、みんな宿屋で泊まるから。そしたらさ、宿屋のおっさんとさみんな仲良くなっちゃってさ、宿屋のおじさんとエンディングを迎えるみたいな。みんなうん、ロスゲージも、あ、早めに寝るのは悪い気はしません。うん、一回セーブしとこ。男でも女でも関係なくいい仲になるからね。なしとこ。こちらで宿の手続きと転職の案内をしております。転職の、あ、ここで整理もできるね。ケーキ、まあぼちぼちかな。ケーキ、うん、またお待ちしてますよ。めっちゃ高かったな。おお、11リモ、カプコム、カプコム、カプコンの獣人引き連れていくか。獣人は毛がね、モフモフしてからちょっと重いらしいよ。どんだけ負荷がかかるか見ておこうか。うん、前の声だよな。うん、だんだんポーンも学んでいくんだよね。バッチ。そうそう、ポーンがね学んでいって、あと借りられた時にフレンドさんのとこで冒険した知識もねこっちに持ち帰ってきたりするからね、面白いよ。おばーん、ドラゴンに襲われた村メルベ、そこに行けば何か思い出せるかもしれません。この声めっちゃいいよね。そこまで案内します。あざーす。得意げですね。お前は兵士か。そうじゃなきゃ無事なはずもないか、うん、最近ここいらで魔物の被害が頻発していてな。うん、おかげで半人前の新兵どもまで送り出す羽目になった。あら、で誰が言ったんだ。ラックランだ。あいつは大丈夫だろう。ラックラン、そうだな。じゃあ向こうは覚えとこう。アカードだ。正直かなり心配だがな。なんかありそう。おいおい、向こうに出たのはハーピーだぞ。いえ、ハーピーだって。あいつらに相手できるのか。私の声は寝てない？大丈夫？なんだと？聞いてないぞそんなの。助けに行きたいが、うん、持ち場を離れるわけにもいかないし。ハーピーってさ眠らしてくんだよね。あんたなかなか強そうだな。頼みがあるんだ。この門の先にいるアカードを助けに行ってやってくれないか。このボロボロの服見て強そうって言うんだもん。うん、やってやるよ。アカードを頼んだぞ。溢れ出る強さをがバレてしまった。
ああ、クエストの知識を持つポンがいれば、そうだそうだ、それは覚えてる。うん。救援に向かいましょう。おばあんが手振り、あ、すごい。今ぴょんぴょんしてた。かわいい。こちらです。どうぞ。もうちょっと引けないカメラ。手振るのかわいいな。なんかあるぞ。ああ！え、なんだ今の。え、なに？もう命令コマンド。4種類のあれができる。指示ができる。はい。あー、あったな、こんなん。あー、マジか。ヘイト。ヘルプ。さあ、どんどん行きましょう。おう。おう、いいね。おお、いいね。早いよ。ガライモ。あ、懐かしいガライモ。なんだこれ。おお、なんかありそう。宝箱ないかな。なんだ今、震えたな。休息しておいて助かりました。余計な傷を受けないよう、頑張りましょうか。水に濡れてしまったようですね。うん。誰が？はい、喋って。ポン、楽しいからね。おお。お。あ、なんかゼルダの調子でやっちゃう。崖を登ったりしたりしちゃう。銅鉱石。え、なんで？何今の。楽しいなあ。ごめん。あれ誰どうなった。コバーンかと思った。道行く知らない人。負ける気がしないとはこのことです。負ける気がしない。お前なんかしたのか。あ、ちょっと待って、今どこ行こうとしてんの。合ってる？合ってないね。あ、あ、いいのか。こう、こう、こうね。はい。こんばんは。見に来てくれて。あーあー、ハピーだ。眠らせられる。やば。あれに触れると眠らせられる。何？どういう？ハルン、頑張って。おお、持ってる持ってる。なんで持ってるの、なんで持ってるの。投げた。お、蜂の巣だって。銃では聞いたことあるけど。私寝るんじゃない、私寝るんじゃない、大丈夫。干してくれんのかな、アルン君。楽しい。あー、コバン。あ、誰、え、どれ、敵はどれ。あるんレベルさ、な、今なんかやった、今なんかやったよね。もうちょっとゆっくり見たいな。あわあわしてるな。今ので全部か。あ、いた。あ、カードさっき言ってた人だね。助かったよ。あんたがいなきゃ多分手も足も出なかった。顔以外全部守られてるな。入隊したばっかなのにこんなところで死ぬんだって思ったら体がこわばっちまってさ。ああ、入隊したばっかで一人でどっか行かせられてなんかわいそう。今回はあんたのおかげで助かったけど、一人でどうにかできるくらいもっと鍛錬しなきゃダメだな。うん、うん、頑張ろう。俺は急いで帰るけど、あんたのことは先輩たちにも伝えておくよ。うん、うん、また会いに来てくれよ。あ、じゃあな。カードね、はい、バイバイ。成果を報告しに行きましょう。うん、うん、これかい？ここでいいのかい？
果を報告しに行きましょう。ああそういうことね。違うクエストやってたんだ私。バン。このこれをクリアすればハルンがこのクエストの知識をつけて案内できるからみんな借りて。ああわかった。ありがとう。どうでもいいことかもしれませんが。バイバイ。そういえば仲間に回復役がいませんね。いっそ良いドグマを。に転職なさるとか。ねえみんな面白いからこれこのゲームマジで。PS5 かパソコン持ってる人は。私は採取より攻撃行動を優先し強敵に率先して向かいます。急に始まったの。時には独自の判断で動きます。バイバイ。ダニエラさんこれ人の。ポーンだね。なんか自動的に話しかけんだな。なんかよ、赤ードを助けてくれてありがとうよ。無事に戻ってくれてホッとしてるよ。X で流れてきたんだけどさ、ツイッターで、あの導くポーンがに話しかけられたら浜田正人さん、浜ちゃんだったっていう。まったく。あれが面白かったんだ。どうなってたかわからんな。あいつには実戦はまだ早かったらしい、うん、それがよく分かったよ。入隊したってでしょ。まだまだ鍛えてやらないとな。ここの訓練所の教官は厳しいので。もうちょっと考えてあげてよ。鍛えるといえばあんた相当に腕が立つみたいだな。新兵たちに訓練をつけてやってほしいくらいだ。こいつ、地獄の訓練を受けりゃ、うん、アカードもすぐまともに戦えるようになるだろうさ。うん、アカードの話。あんたみたいなやつが教官になってくれれば新兵たちももっと強くなれるだろうがな。ミニクエストみたいな、前は宿屋で受けたけど今どこで受けるんだろう。うわ小判が走り出した。ついてきてください。はーい。これはメインクエストかなんかかな。さっきやったやつか。うわー赤くなってるよ。慌てずについてきてください。待っていますので。あー。おおかっこいい。面倒ですが改めて集中を。おあれライフ持ってんの。ハッピー落として、ハッピー落としてある。どこ。おお、かわいい。いいね、シーフの動き結構いいね。お、なんかあるよ。お見事です。おお。上したくなるほどですよ。なんか勝手にやってくれる。あざーす。ちゃんと見てないとちゃんと戦ってんのかわかんないね、ポーンたちが。まあいつもそうだけど。わざとさ敵にさ捕まったりすると面白いのよ。ポーンがね一生懸命ね助けてくれようとしてね、かわいいのよ。やばい HP やばい。薬草いるな。あなんだちょっと待った。あーこんぐらいにしとくか。やったか。わあジョブランク上がった。なんかスキルがあるかもね、もらえるかもね。ではこちらへ。ちょっと待って、探索も楽しいからさ、このゲーム。くまなく下をやるとめっちゃいい。素材となるものを入手しました。ナイスナイス。組み合わせによって異なるものに変化します。うん。借りたポーンのがよく喋るな。なんかいろんな性格のポーン借りてみたいな。
食べること変わるからさ。今のマップがちょっとよく、あれこっちじゃなくね、こっちじゃね。まあついてみようか。あーまたいる。あ燃えちゃう。こいつにランタンの油とかを投げると燃え広がるんだよ。あ、爆発した。おいやー、お、楽しい。ゴブリンいすぎだろ。おー、レベル5だよもう。あ、所持重量も一応増えてんだね。アルも増えた。最初は私が。え？あ、びっくりした。最初は私やってなんか関西弁みたいに聞こえた。面白いな。最初は私や。こっちかい？あーそういう道のり。回り道じゃね。しばらくメイジがいない構成でしたよね、うん、そうだね。一撃も食らわないなら回復不要ですが。あーなるほど、メイジ入れれば回復してくれんのか。あーなるほど、借りよう。じゃあリムってどうやってゲットするっけな。なんかありそうな岩ですな。罰をゲッ出るだみたいな動きをしちゃう。ふれわいのふれわいもやってるんでね、今編集中なんでね、待ってくださいね。お、リンゴじゃん。これは取らねば。お、宝物。これまた生えると思うから覚えとかないとだね。万能薬やった。ほいほい、絶対回復しちゃう。ゼルダみたいにマップにあい、まあれにつけれたらいいのにね、スタンプ。どこ？どこ行けばいい？こえーこえー、こっちだな。あー危ない。怖。どうでもいいことかもしれませんが。なんだ。パーティー構成といえば私がいた異界では女性ポーンマクリを雇うマスターがいましたね。大変参考になります。女ばっかり雇ってるやつがいるって。男ばっかり雇ってれば、男ばっかり雇ってるやつがいるっていうかな。女ばっかり雇ってんの誰だ。最初できそうですね。お、お父さん珍しいですね。ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。お、帝王小金だ。獣肉。肉って確か腐るんだよな。早く調理しなきゃね。ん？合ってる？合ってるね。道が難しいな。お墓？犠牲者の墓地だ。お、新しい陽光の花。あ、陽光の花なんか覚えが。
夜に撮れるのもあったりした気がする。うわ、絶対やばいよあれ。いいね。あ、500円拾った。マジか。地味になんかいろいろ見た方がいいな。お、怖え。はい。今前のめりになってたね。怖。あ、あ、違った。ん？そっちなのかい？しか。アイテムってどうやって作るっけな。なんか錬金的な、いや違う。ああ、うん？ちょっと待った。逆言ってんな。待って、コバーンさんが案内してくれんのかと思ってた。あ、ハルンくん。あ、こっちやん。こっちこっち。左のミニマップの黄色いモヤモヤが、そうだね。あ、あ！スタミナがあった。忘れてた。まあまあですかね。持っていて損はありませんが。役には立ちますから、無駄にはなりませんよ。かわいいな。癒されますな。やっぱポーンとの旅がね、ドグマの醍醐味だからさ。お、ムービー。メルウェ、竜に焼かれた鳥ではもう全然瓦礫になっちゃってんだ。あ、ここがメルウェですね。うんうん、ドラゴンに襲撃された爪痕が残っています。街を歩いてみましょう、うん、何か思い出すかもしれません。世に各社が現れるとき、ね、お、なんだ、あ、哀れなる各社、誰、哀れなりって言ってた。何が500円落ちてないかな。あ、なんか屋根の上とか走り回ってた気がすんな、そういや。よいしょ。あ、旅の人、あれさっきの人じゃないね。いらっしゃい。どうも、ダドリー。牢獄の簡易鍵。牢獄？いるのかな？よろめきにくく、吹き飛ばされにくくなる。あ、いいね。高っ。何か買いたいなら相談に乗るぜ。ありがとな。はい。あ、目的地から離れる。こっちか。ここにもガタが来てるな。もうガタガタだよ。ガタが来てるっていうか。仕事が欲しいならいくらでもあるぞ。復興できんのかな。あ、顎がない。うん、不条なる記録。ドラゴンかな、この声なんだろうね。おいおい、近づくと危ないぞ。はーい、
下からのアングルやめてくんないかな。顎がないのがバレる。不要なすべき。小分けにして話しかけてくるね。お。哀れなり、だがさようなことで貴様が運命から逃れられるとは思わぬことだ。うん。じわじわと傷つけてくるね。何が起きてんだ。ワンをやっててもちょっとよくわかんないな。あ、ドラゴンだ。でかい。すげえ。ん？マジ？これ誰？私のキャラじゃん。兵士。電撃強座し、うわー、おい、やー、よいしょよいしょ、登っちまえ、よいしょよいしょ、あれどこ行った？ちょっと、いや、もう、さそう。おりゃおりゃ、え、全然食らってないじゃん。全然減らせない。ああ。負けるやつ、負けイベント。お、各社っていうトロフィー取れた。あの子じゃん、かわいい子、かわいい、あの子、あ、守ろうとしてる、あ、ボケてる、ちょいグロい、ロイアウリク、あ、ドラゴン語だ、あ、来る、あ、来た、あ、ここで各社になったんだ、あ、心臓取られた、こいつか、めっちゃ強そう。なすべきことをせよ。つま先で鼻くそのように持ってたね、心臓を。なるほどね、もう取られてたのね。この子は人間か。ねえ大丈夫？ねえ、しっかりして。あ、人間だ。ああ、意識を失っちゃった。夢を見てたのか。かわいい。よかった、気分はどう？ウルリーケ、これで2回目ね、あなたを看病するのは。2回目覚えてないの？
私をドラゴンの炎からかばってくれたことも。あの黒焦げみたいの治った。あの時あなたは私をかばって、うん、それで黒焦げになってたね。もうダメだと思った。心臓の音も聞こえなかったし、でもあなたは奇跡的に命を取り留めて。よく取り留めたね。悪者と思われていると告げる。それってどういう意味？あ、知らないんだ、各社。あの後、あなたがお城に連れて行かれたのと何か関係があるの？うん。あなたの治療のためだって言って、それも覚えてないの？うん。あれ？最初の王様とか言ってたのも、ちゃんとこの私なのかな？どういう状況で今こうなってんだ？値だわ。あなたのことなの？じゃあもう行くの、ね、このボロ綺麗みたいのじゃなくて普通の服着た。いつでもこの村に来てね。それまで気をつけて。はーい。装備とはやないくて服でいいかなんか着たい。ポンはちゃんと着てるんだよな。まあそこにいたか。あ、見つかってよかった。グレゴール譲渡にて療養中の我がベルムント王はこの村で各社として目覚められた。うん、お前がもし本当に各社なのであれば譲渡に報告せねばならん。すでに譲渡には知らせを向かわせたが結局は当人がいなくてはどうにもなるまい。うん、すまんが我々と一緒に譲渡まで来てくれないか。お前が本物の各社であれば無限の扱いは受けまい。上等だ。でっかい町行く感じ。お前を探すために団員がチリチリになっていてな。うん。全員が揃わねば出発できんのだ。うん。少し待っていてくれ。そういえばレンナルト殿がお前を探していたな。うん。今のうちに会っておいたらどうだ。レンナルト誰だっけ。そこの部屋にいるはずだ。はーい。話を聞きに行きましょう。はーい。レンナルト殿に会っておいたらどうだ。はい。あ、ここにいるんか。道具屋さんに御用？邪魔だったかしら。全然御用じゃないけど、ね、はい。心配しないで。別に怪しいものじゃないわよ。子供。私は見習いのクスシよ。クスシ？家族がベルンワースでよろず屋をやっててね。この村にしかない薬があるって聞いたから一人でここまで来たのよ。お、何？でも肝心の薬を買おうと思ったらお金が足りなくて。私もないな、金は。どうにもならなさそうだし手ぶらで帰るしかないわね。あー、クエストか。じゃあ受けとこうか。薬を手に入れてくれるの？うん。そんなこと頼んじゃっていいの？本当ならすごく嬉しい。親切な人に会えてよかったわ。じゃあ私はここで待ってるわね。どういう薬を？ん？あ、調合？なるほどね。果肉の含有なら調合できますね。それかここのルネノで。ルネノ。大屋で売ってます。あ、調合。あ、これがチュートリアルか。あー、今までの人出てるわ。何を作ればいいんだい？癒し作れたぞ。
ほど、理解しました。お、ねえねえ、果肉の丸薬、果肉の丸薬だったら全然違ったわ。そっか、じゃあ私は商工用のはしごです。思わぬところに行けるかもしれません。どうやる？果肉、丸薬。総合画面。果肉の丸薬。ああ、アイテム持ってないのか。この人に言えばいいの？果肉の丸薬をお求めかい？もう売ってんのか。どうしたかったけど、まあいいや。たっけー！ 600 円か。まあいいや。まあここだけの話、素材さえあればすぐに調合できちまうんだけどな。あー、その素材がわかんない。この人の顔メルヘンチックだな。またお待ちしてますよ。丸い鼻で。早速届けに向かいましょう。はーい。なんかね、おお、盗んでまえ。薬草。装備欲しいよ。はい。果肉の丸薬持ってきてくれた？はーい。納品して。これが果肉の丸薬なのね。うん、ありがとう。600円もしたから。俺少なくてごめんね。あなたのことはおじいちゃんにも伝えておくわ。頼むで。この結果なら満足です。何？お、なんかリングもらった。上歩きは危険。ぜひ当店のランタンを。明かりに誘われる魔物もいるんか。あるん。ランタン用のオイルをね、ポーンにも渡しておきましょう。どこだっつんだ？こっちか。いや違うな。あいつに何かあったら俺は。ん？どう行くのが正しいんだ？こっちか？あ、ごめんごめん、こっちだった。おう。ウルリー家を救ってくれたと聞くが、それは本当か？うんうん、いや、答えずともよい。ウルリー家の言葉は信じねばな。ウルリー家って誰だったっけ？ウルリー家、あれは私の娘も同然なの。あ、女の子。私からも礼を言わせてくれ。クロコゲントギの。ところで、お前はギルドへの登録は済ませたか？自分が志す職能のギルドに登録すれば、うん、専門的な技術や心構えを教わることができるだろう。登録自体はそう難しい話ではない。うん、宿の者にその旨を伝えればよいのだ。では、はい、登録だけは済ませておけ。職能についてわからぬことがあるのならば、軽い指南くらいはしてやろう。ありがとう。チーフについて。探検術を極めんとする職能だな。うん、探検は威力は低いが、素早く攻撃を繰り出せる。うん、だが、軽装ゆえに打たれ弱いという弱点もある。うん、探検のリーチの短さをいかに体術で補うか、そこが肝要になる。やばいですね、下手だからね、いっぱい死ぬよ。ハルンは忠実を極めんとする職能だな。弓は遠くから一方的に攻撃できる優れた武器だ。うんうん、しかし接近されればもろい。うん、敵と距離を取り安全な場所に居続けることが鍵になるだろう。オッケー。
相分かった。相分かった。どの職能につくかはお前次第だ。はい。そろそろ行くがいい。達者でな。うん。マスタースキル。マスタースキルね。職能についてわからぬことがあるのならば、軽い指南くらいはしてやろう。相分かった。どの職能につくかはそろそろ行くがいい。達者でな。この人間違えた。ここは宿屋だよ。ついでに転職の手続きもできるんだ。ここは宿屋、まあ、普段そんなに客も来ない場所だから一人でもなんとかなってるんだ。何か手伝いがいるかい。酒場かと思った。竹ジョブギルド。もうジョブに入っ、ジョブ、スキルをゲットしたら装備する。アビリティはジョブを変更してもつけれるんだ。なるほどね。最大6個まで。懐かしい。落下線。お、花火だ、花火。これも面白いな。あ、ここにもつけれんの。あ、すごいすごい。あ、いいじゃん。でも普通のも、あ、これ。あ、隠れ身もいいね。はい。今いくつあんの ?440。あ、結構あるじゃん。隠れ身もいいね。チーフっぽい。あれ？あれ？ダガー持ってんじゃん。レンジャーじゃない、アーチャーでも。これまだ取っとくかな。いや、あ、間違えた。ごめんね。またお待ちしてますよ。はーい。セーブはちょっと。ここにいたのか。お？団長がお呼びだ。誰？裏の入り口に来い。はーい。話を聞いてみましょうか。うん。フラフラしてんな。綺麗だな。お、これは男子、ま、か男や。入団希望ですか。アンソニー。よし、戻ったな。はい。お前にはいろいろ聞きたいことがある。はい。これから譲渡に同行してくれ。お、我々は見張りとして共に行かせてもらう。一緒に行くんだ。すまんな。すぐに出発できるか。それともまだ準備は必要。あ、大丈夫です。必要ない。では行くとするか。死ぬかな。気をつけないと。譲渡に行く。みんなで譲渡に。そろそろ進まないと。あ、はい。みんなで譲渡でに行った気がするわんでも。うわ、すごいいっぱいいるじゃん。これなら負けない。おお、ゴブリンです。お、頑張れ。見てよ。お、お金持ってたぞ。
蜂の巣にしてやりますよ。おう、頑張れ。いっぱいいるからなんか勝手にどんどん死んでいく。楽。は、何かご用でしょうか。は。まだいるよ。あ、素材採取できる場所がありますよ。どこ？せっかくですから探ってみては。どこよ。わかんないんだよな、どこのこと言ってるか。頑張れ。お、宝守ってる。これはやるしかねえ。あれ、私ジョブ入ってない。あ、蝶々がすごい使えないね、さっきゲットしたの。ジョブどこ。ジョブイールド。この国では各社が王となる定めが、それゆえ各社と偽る者も多い。わかるでしょ。でもそうであるというならば容赦はしない。心臓の音がしない人だ。道中怪しい行動をするんじゃないぞ。はーい。わあ。ヘビできた。みんなどこ行った。おー、来てるよ。ナイス、やるやん。戦果としてはまずまずでしょうか。この紅葉が我々をさらに高めるでしょう。一緒にうーんってやった。一緒にうーんって、一緒に喜んでるんだ。かわいいじゃん。これ邪魔ですね。なんとか取り除く方法は。遠距離攻撃なら私にお任せを。仕方ありませんね。お手伝いしましょうか。何？なんかあるって言ってる。邪魔、これ邪魔ですねの、これがよくわからないな。今どこ？何のこと言ってるんだよ。めちゃくちゃ強いよ今。余裕だよ。あ、あそこにも。みんなあそこ行って。みんな行かないか。行ってほしい。宝箱あったよ。京都は、あ、これっぽいのがマップに。お、門かな。出た？少し待っていてくれ。門を開けるよう伝えてくる。うん。お願いします。あの一緒にいるのは何者です？お、スタンリー。あれは各社かもしれんのだ。各社？また偽各社ですか？各社王が現れたっていうのにバカな奴もいたもんだ。各社王は誰だ？それがな、奴はポーンを従えているのだ。何よ？ポーンを？そんなバカな。各社ってのは世に一人って話じゃないですか。各社王っていうのが私じゃないなら、そいつが偽物じゃん。俺も馬鹿げているとは思うが無視もできん。譲渡に報告はせねばならんだろう。万が一偽各社なら褒美がもらえる。本物ならどうなるかは俺にはそう。やばいじゃん。偽か、あ、各社王にポーンはいないの？
認しないの？話はついた。さあ、門を抜けるぞ。こんなガバガバなわけないか。あ、お、キャンプみたいのがある。事件があったらお知らせください。はーい。ベルムントでも、ベルムントって地名もなんか覚えがある。同じか、もしかして。薬草拾っとこう。ああ、ゼルダみたいにできない。私が拾います。あ、ありがとう。だからどうくれ。猛攻のエキス。この品は戦闘で役立ちますね。もらっておきましょう。うん、敵が来た時は遠慮なく使ってやりますか。あ、本が勝手に使っちゃう。あ、ブドウじゃん。向かいの技師を呼んだのだが来ていないな。何かあったのかもしれん。技師に進もう。技師を守りながら進んだよ。ワンもめっちゃブドウある。美味しそう。果肉の丸薬に使うんじゃね。あ、だいぶしそうになったよ今。おりゃー。 あれ全然当たらない。ちょっと待って。おりゃー。 あ落ちてる落ちてる。ってのまあまあ分かりやすい。なんかね、町に着くと結構重いって聞いたけど、どうなるかな。これは、あ、ごめんなさい。壊して正解でした。やば、すげえ怒ってるよ。あ、ここはそうか、野営地だから。お、850円もくれた。野営地だから、解消。統率を乱す動きは慎んでいただかないと。あ、すいません。十分分かってますよ。お、怒られたよ。刀を抜くともうダメなんだよ。すいませんね。あ、キャンプだ。休めるやつ。これ添え分にならないんだよね確か。あ、ヘビになっちゃった。ヘビになっちゃった。7キロもある。渡す。プシャーじゃねえ、ポーに渡そう。重いのは。危ねえ。なんだい？おお、野営する。しない。怒られた。注意してくるね、ちゃんと。あ、すまんすまん。寄り道でみんな止まっちゃうからさ。遠いね。ああ、びっくりした。どうしたどうした。何？あ、山が崩れた。全員無事か？やばくない？これも竜の爪痕だろう。あれが暴れたせいで地盤が弱くなっているようだ。やばいじゃん。ブレゴル結構かっこいいな。
誰かが魔法でゴブリンと戦ってる。あ、あ、大丈夫かあの人。助けてやろう。あ、ゴブリンがいます。あ、仕方ないです。これは私が。おりゃー。大丈夫あの人。大丈夫す。大丈夫す。あ、まだいる。お。お、金だ。やった。お、あ、まだいる。なんか一箇所にいっぱいいるよな。お。お、なんかある。でも今みたいないっぱいいるとこには宝物があるかもしれないんだ。お、あったよ。降りましょう。あっ、ピハルン、おお、頑張れ。あ、落ちてった。耐えられるか。やば。ジャンプ攻撃ない。うわすごい、やば。ちょっと待って。ここまであの人来れない。騎士様、騎士様たち来れない。やば、やばい。あ、来た。頑張って。危ない。あ、やばい。だからか投げてきてる。おお、やくぞ。まだいる。あ、いる。端っこすぎて見えない。ジョブランクアップしてもな。お、やった。お、宝箱2個もよく見つけましたね。さすがです。さすがです。これはいい仕事をしましたね。こんないいものだった。1100円だ、やった。金がめちゃくちゃ嬉しいな。セーブする上で大事だからさ。ハルンと話でもしてみようか。私とそんなに話がしたいですか。したい。かわいい、うちの子。重要なこと。まずどこを目指しましょうか。よくわかりません。わかんないね。譲渡って言ってたよ。かわいいな。ありがとう。若干来るの遅かったかな。これでは技師も通れんな。わあ、この先に行けば。すごい、すごいやられてたよ、後ろから。何事もないように喋ってたから、今音が一瞬途切れたな。なんだ今、なんかやってた？渡す。買いな。使わない？あ、使った使った。よしよしよし。おっと、見逃すところだ。そこ希少な採取場所です。どこ？どこ？どこ？どこってどこよ？あ、これじゃね？虫だ。ハッピーだ。あ！弓の一撃が決まるのが気持ちいいとか言ってる。うん、フルボッコやな。春も上がった。
どうしてもまだゼルダの調子でいっちゃう。これは素材として使うものですね。はい。何かある。そこ気づきませんか。とにかく調べてみなければ。通り過ぎましたよとかなんか言ってほしいな。お、なんかあった。会所って何？あ、あの人死んじゃうんじゃない？あ、死んじゃった。道行く人が死んじゃった。あ。あれ死んだ？魔物だまり。この辺魔物だまり？登れるかな？あ、あ、やばい！あ、ウルフだ！わあ！わあ！死ぬ！癒し、癒し。待って。統合。死んだの？あー死んだ！あー直前でいいのかな？直前だったっけな？そうだよな。宿だとすごい戻っちゃうから。あ、よかった。からだった。ここは行ったね。ここは会所があるやつ。そこに何かありそうですね。よく見て判断すべきですね。ここにあるんだい。相性をゲットした？出ないな。素材となるものを入手しました。組み合わせによって異なるものに変化します。さっきの人は、あー、いた。あー、ね、だったようです。お、なに？変なところで死んじゃったよ。戦果としてはまずまずでしょうか。おう、この紅葉が我々をさらに高めるでしょう。お、箱じゃん。やあ、ちょっと待って、私ね、無理無理無理。よしよしよし、ギリギリギリ。足出ない。ギリ、あー、ちょっと待って、白い、このやろ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 、やばい。おー、ちょっと待って。よしよしよし、待って、あ、待って、あ、やばい、ちょっと待った。小判さんが調合、調合。で、渡す。使う。よし、飲んだ飲んだ。後ろにいる、やばい。頑張れ、頑張れ。いや、結構、数いると。突っ込んじゃまずいね。いや、でも装備もね、こんなボロ布の綺麗だからね、これもあると思うんだけど。よしよし、箱箱
あ、会所。このものだった。まあ、それはさておき。まあ、それはさておき。メイジがいない構成でしたよね。ああ、メイジ。使わないなら回復不要ですが、さすがに。そうだ、メイジ入れなきゃだ。回復してくれんならね。どこどこ。そこから調合素材を採取できそうです。ひとまず取っておけば後で使えます。うん、仲間たちがいない。ほい、おお、焚き火。どえ、あ、いたいた、よかった。ん、ちょっと待って、これもしかして道間違えてる？いや、わかんないな。あ、いいのか。いいみたい。お、ポーンだ。私は支援行動を重視し、常に各社様に寄り添います。戦いにおいては各社様の行動に準じます。王女だよ。すごい人、すごい人だよ。魔法、あ、魔法使いかい？各社様のお力になれること、誇りに感じます。すごい位の高そうな人なんだけど。魔法使いだね。オーナーホルモンさん。体調は万全ですか？よし。うんうん。ボーンクエスト。あ、アイテムを持たせて帰る、返すときにね、ボン、お土産を。できるだけいいものは出したいけどね。私が拾ったものは各社様が優先してお使いください。はーい、ありがたいね。危ない。水は、道が塞がっているじゃないか。どうする。やばっ。わあ、でかい。うわあって言った。サイクロプスか、こんな場所で出くわすとは。サイクロプス、あっ、サイクロプスが接近。雷を受けるのが苦手な敵です。雷。さすがに落ち込めない。はい、おやー。おお、倒れろ。R に押して接触すると掴める。よし、掴める。手を掴んでやりました。一斉に反撃に転じましょう。力を貸してください。掴めなくない？おお、頑張れー。おお、落ちちゃった。おお、できたできた。頭おりゃ。あ、ちょっと待って、移動難しい。この辺ワンと変わってないな。蜂の巣にしてやりますよ。おりゃー。気をつけてください。相当な強さです。安全を期して。おりゃー、おりゃー。おお、スタミナが、スタミナが。集中攻撃を。キノコがない。頭だ頭だ。
おりゃー、おし強え、あ、助けてくれて、やったぜ。どうやらお前は信用できるやつのようだ。見たでしょ。正直よくいる偽各社の一人かと疑っている部分もあった。本物だから。音楽が相対でかっこよかったね。そういう不尊な輩ではなさそうだ。これを持っていくといい。お、信用してくれて、なんかくれた。城都の入り口を守る衛兵にそれを渡せ。警備長のベルント殿につなげてくれるはずだ。城都にはいつ来てくれても構わない。無論このまま同行してくれても構わないけど、同行したいな。ずっと見られているというのも気分のいいものではないだろう。しかし、いや別にけど、道が塞がっているな。どうするんです？強い水流でもあればこの岩壁も崩れそうなのだが。強い水流、あれやな、爆発？爆発？あ、あるじゃん。この裂け目、少し水が染み出していますね。むずい。はい。ああ。だだだ、いっちゃいっちゃいっちゃ。むずくね。イエーイ。よいしょ。乗っけられそうなところ。わあ。あれ？どこ行った？あったあった。今の音。あ、なに？一旦引け。え？おお！危ねえ。ちょっと待って。何もしてないんだけど。どうしますか？そろそろ進まないと。あ、取れた？取れたよ。これの意味、爆弾でしょこれ。何だったの。お、調べる。いかつい骨。ほい。ディッシュが到着したようだ。みんな流されたら。すごいバッドエンドだな。お、牛車。行く。いいだろう。では牛車。痛い、ちょっと。あ、これリムストーンかな。お、やった、リムストーンだよ。やっほー。ヘビーだ。この品は戦闘で役立ちますね。もらっておきましょう。はい。重いものは、あ、春も持てねえ。おばあに渡しちゃうか。全然持てないじゃん。敵が来た時は遠慮なく使ってやりますか。はい。よろしく。そろそろ発車だ。乗りたい人は急いで。はい、あれ、ポーンは？ポーンも乗って。ポーンも乗って。皇女ホルティネっていうすごい人と一緒に旅してる。ポーンは乗せてくれないんだ。目を閉じる。目を閉じるってなんや。じわじわ進んでます。
なんかこれ。私が。おお、ありがとう。おのおの動き回ってくれてる。カメラアングルは変えられない。すごい牛さん。なんか暗くなってきてる？夜になっちゃう。閉じてみて、ああ、何？時間経過。世界は常に時間が経過しており、一日の変化に伴って人々の行動や活動内容も変わります。朝昼夜それぞれの時間帯でのみ出会える人物もいることでしょう。宿泊施設または屋外にある特定の椅子で時間帯を経過、あ、そういうことか。椅子に座れるなと思ってたけど、へえ。目を閉じると経過するのか。うん。ランタンないとマジ真っ暗なんだよね。夜とあと洞窟とか。また採取によって入手したアイテムには時間が経つと、あ、腐っちゃうやつか。もう。一部の設置物や建物など攻撃により破壊してしまったものは一定期間の経過で復元する場合があります。取り尽くしたものも採取可能になる。ゴブリンだ、すまんが手伝ってくれ。はーい。みんなで降りてやるんだ。おお、焚き火上げてる。あ、盾があるな。中からやんないと。この調子でどんどん行きましょう。ここ強い結果です。あー、いいな。お、5番、強い。うん。嬉しい。あー、嬉しい。どうにか撃退したな。すまない、助かったよ。うん、譲渡まではもうすぐだが、このまま一緒に。分かった。うん、では。おお、また店の商人みたいな人がいる。よいしょ、よいしょ。はい、なんだ。お、翌朝。時間が経った。おー、ベルンワース、ベルムント、ジョート。あー、ドグマって感じ。綺麗なドグマ。うわー、すごい。ここで装備ゲットできないかな。あ、ムービーの人だ。貴様のことは報告を受けている。うん、各社を語っているそうだな。王様は怪しいんだよな。この者がリムを通じて脅迫の民を呼び出したのは孫うことなき事実です。うん、私も最初は疑っておりましたが、ただの偽物とは訳が違うような。そうなんよ。悪いやつではありません。道中も俺たちを助けてくれました。どうした、アンソニー、なんか具合悪そうだよ。この世の大いなる断りに定められる通り、各社たる者は世界にただ一人。ワイが本物です。それは今現在王宮におられる各社をその人に他ならない。こいつは偽物だね。証拠見してって感じだけど、向こうも。この者が王を語る不届き者であることに何の疑いの余地もあるまい。各社ポンいるのか。まずは取り調べを行う。
逃げようなどとは思わぬことだ。うん。私が取り調べを行う。お前たちは外で見張っている。なんか拷問とかされそうで怖い。各社をじゃない、ポンを見てよ。ここまでの無礼、何とぞご容赦を、陛下。しかしながら、後期が陛下の存在を知れば、また御身が危うくなります。そういうかことなんだ。表向きには偽物として扱うよりございませんでした。どうかご理解のほど。おお、マジか。やはり記憶を失っていらっしゃるのですね。ならば、まずは状況を説明いたしましょう。うんうん。あなたはまさしくこのベルムントにようやく現れた格者王、その人に相違ありません。あ、ちゃんと格者王なんだ。先日メルベ村で竜に遭遇し、あなたは格者となられた。うんうん。それにより長らく節制校の治世が続いた我が国にようやく真の王が現れたと民も歓喜しました。うん。しかしそれを快く思わぬ者もいたのです。まあそうだよね、急に現れても。特に後期 D 社などは格者王の現れる以前、うん、前節制校存命の時から D 社はまるで女王のように振る舞い、王宮を意のままに操っておりました。うん。その前節制校が見まかられ、ご子息が節制校の座を継ぐことを誰も疑っていなかったあの日。悪そうだね。ヴィラン感がすごい。各社出現の知らせが城に届いたのです。リーサにしてみれば、陛下の存在は一族繁栄の障害でしかなかったことは明白でした。うん。とはいえ、各社たる陛下を暗殺することなど人の手には不可能な所業。うん。そこでディーサはまだ傷も癒えきらぬ陛下の身柄をさらい、呪いで記憶を奪った上で奴隷としてバタルに売り渡したのです。とんでもないね。王様にそんなことしたってもう処刑者じゃない。そして陛下の身代わりを用意し、そのものを隠し合おうとしました。うん。女王の意のままになる人形というわけです。ですが、こうして本物の陛下がお戻りになる以上、ね、D差を野放しにはいたしません。危ないからやっちゃった方がいいよ。私の方でいくつか策を用意いたします。うん。詳しい話は夜の酒場でいたしましょう。おお、酒場で秘密の話を。おい、この者の権威は晴れた。お、この先は自由市民として保証するように。分かったの。自由市民になった。なるほどね。その悪い王妃だかなんだかの が作った各社を。あ、すいません。ちょっと待って。すいません。すいません。俺、好感度下がってるってことだよな。互いに。あ、竜の出現は厄災、最悪であり、両国共通の優先対応事項である。どちらかの領土に竜の襲撃があった際は互いに対応の兵を送り、調査や臣民の避難にあたるよう取り決められている。国税と審議を違えども、兵同士は相互協力に努めねばならない。守って。まあマジですまん。そうじゃないんですよ。ほんとすいません。すごい敏感だよね、でもこの人たち。あ、座っちゃった。全ては我らが民のため。はい。私の部下の多く、左遷を余儀なくされた。
落ちてない。でも仕方ない。頑張ろう。お、ごめんなさい。ちょっと急いでて。うん。てかうちの子は。待ち上がれこの野郎。うん。うん？どこ行った？おいお前、あ、帽子をかぶったガキを見なかったか。うん、見た。嘘をつく、あ、いた、後ろにいる。嘘をついてあげよう。すまんな、クソガキめ、絶対に捕まえてやる。すげえ悪党だったらどうしよう。ありがとう、助かったよ、君いい人だね。うん、あのさ、うん、ちょっと聞きたいことがあるんだ。うん、時間はあるかな。うん、このそっちだ。落ちてる。ごめん、今は無理みたいだ。今度会った時に話すね。それじゃ。はい、バイバイ。いろんな人がいますね。そうか。いろん。お。少年の逃亡、これからなんかまた重要な人なのかな。少年ははしごが使えそうです。思わぬところに行けるかもしれません。どっから出てきた。なんかあったのかい。取ってくれた。すごい広いね。あそこに見えるあれ、どうにか手に入れたいですが。どれ？どうにか手に入れたい。どれのこと言ってんのか全然わからんなけど。ベルムントは昔、獣人の国だったそうですね。あ、そうなんだ。興味深い話です。ただ今の住民はそのことをよく知らないようです。ここでは各種武具を取り揃えてるよ。お、見てってくれ。防具防具。あー、武器は、あ、どんぐらい強いんだろう。特典のがちょっと取り忘れちゃったけど、もらい忘れちゃったけど、あれ武具、あ、武器ないの、防具ないのか。すまねえな、大杖と両手剣は今品切れ中なんだよ。ちょっと問題が起こっててな。近頃荷物を運ぶ牛車がやたらと魔物に襲われてるんだ。特に武具を積んだ牛車はすぐに襲われちまうらしくてよ。前ん時みたいな。魔物どもも妙な知恵をつけたってことなのかね。ボロ布の卒業できませんでした。誰なのさ。誰か何とかしてくれないもんかね。本当やね。もし何とかしてくれるつもりがあるんなら、お、ジョブギルドマスター。クラウスさんに話を聞いてみてくれよ。うん。ジョブギルドない時もありますよ。無駄遣いするよりはマシです。おいおい、イケメンじゃねえか。おいおいおい。紛れましたよ。え？え、ああ。なんだい？なんだい？すごいそっと喋るじゃん。別に怪しいものじゃないよ。コーンじゃないんだ。その弓を見てただけなんだ。あ、エルフじゃん。人間の弓は僕たちの弓と作りが違うからね。見ていて面白いんだよ。へえ。ずっと喋るね。グリンドール。本当にそれだけなんだよ。別に欲しいってわけじゃない。なんでそんな否定するの。仮に買えたとしても買わないよ。エルフが人間から弓を買うなんて恥ずかしいことだからさ。いいじゃん別に。それがどれだけよくできた弓でもね。そうなの。あ、欲しいんじゃん。今のは人間の弓を納品するっていうクエルみたいですよ。後でね。あ、いくらだろう。
買ってやっか。しょうがねえ。ここはビョルン兵装。ビョルン兵装。使いやすい防具をお求めなら、ここが防具か。戦いで勝ち残るなら、まずいい防具を着ることだ。そこをケチると。アーチャーか。え？ブラックシェード。たっけー。お、服あるよ。7900円。1240円。1240円。コンバットボトム。チーフ。スプリントブーツ。いいですね。お金がもうちょい欲しいな。お、ケープ。ケープ。何にも上がらない。あ、属性が上がる。いいじゃない。おお。あ、いいね。そもそもこの子は一体どういう防具を着ているのかしら。おお、いいね。3000。でもポーンの方がいいものを着せさせるのがいつものあれなんだよな。マークがよくわかんないな。耐性の3650円。眠んないでほしいから、これにしようかな。かわいい。これを買ってあげよう。早死にするからね。早死にする。ありがとう。またと。よし。文字がありますね。確認してみましょう。文字。よく調べてみたら内容がわかるかも。文字。何のこと言っているんだ。ここでは各種武具を取り揃えてるよ。見てってくれ。弓をください。高っ。これマジ？これあげんの？嘘でしょ。これ人間が作ったやつですか？高っ。ハンター帽。あ、これ買って。で、ハルンが持ってたものを これをあげればいいんだ。おい、おい、
人間の弓はよくできてるし、見ていて面白いよ。よしよしよし。さすがにエルフの僕には足りないけどね。これを僕にくれるのかい？めっちゃ嬉しそうじゃん。本当に？うん。嬉しいよ。分かったね。うん。どうするの？すごい。これが人間が作った弓か。細部がいろいろと違うんだね。すごい嬉しそうだよ。この鶴なんか見た目は同じだけど針が全然違う。多分材質からして違うんだろうね。よかったね。何を見てるの？エルフが人間の弓に感心してちゃおかしいかい？いやいや、さっきと言ってることが違うんだけど。実は最近調子が悪くて矢がまるで当たらないんだよ。ああ。だからそこから抜け出す手がかりが欲しくてね。いいね。弓使ってみたら人間の。なるべく早く調子を取り戻さないと。もう少しで弓の試練があるからさ。弓の試練？あ、ごめん。そんなこと君に言ってもわからないか。エルフの村にはそういう名前の試練があってね。エルフの村がどっかにあるのかな。成人すると弓の試練を受けるんだよ。成功するまで決して一人前と認められないんだ。それに向けてずっと練習してたんだけど、どうも調子が狂っちゃって。成人したんだね。失敗すればするほど自信もなくなっていくしさ、これじゃダメだと思って、エルフ流の技術じゃなくて人間の技術から何か学べないかと思ったんだよ。いろんなといろんな方向から学ぼうとするのは素晴らしいですね。それも自分一人じゃ限界がある気がするし、もしよかったら少し協力してくれないかな。いいよ。君が弓を引いてるところを見せてほしいんだよ。僕の何がダメかそれでわかるかもしれない。ジョブを変更しろってことか。いいよ。やったー。じゃあお願いするよ。あ、でも僕の練習場はここじゃないんだ。トレボ鉱山の北にある遺跡に来てくれるかい？いつかね。そこを練習に使ってるんだ。うん。君もあそこの方が集中できると思うしね。はい、トレボ鉱山ね。北にある遺跡に待ってるからね。はい、バイバイ。悩める若枝。若木、若枝。何や？なんだかんだで忙しいのはいい。あー、何もないのか。あ、壊れちゃった。壊れちゃったわけじゃないのか。あの人が切ったドラゴンの首を切ったやつか。壊れちゃったやつに見えたよ。あ、もう11時過ぎか。そろそろ、もうそろそろ。ああ、でも区切りはどう？なんかここのイベントだけ見てみようか。はしごか、使えそうですね。うまく利用しましょう。ああ、どうも。あ、なんだ、はしご。マジでこいつら一体どれのこと言ってるのか全然わかんないな。これもうちょっとなんとかなんないかな。あ、ジョブギルドだ。ようこそジョブギルドへ。プラス、はい。ここでは各職能に関するさまざまな手続きを行っております。うん。ご用があれば何なりとお申し付けください。はーい。ジョブ、探求心の証って何？あ、はい。あれでもやっぱ装備してあるよね。なんで使えないんだろう。おお、かっこいい。あ、これ便利だな。おいいね。これめっちゃいいやん。
申し訳ありません。今はソーサラーとウォリアーの新規受付はいたしかねます。現在大杖と両手剣が不足しておりまして、希望者の方にお渡しすることができないのです。武具を運搬する技師がことごとく魔物に襲撃され、新規購入ができない状態が続いているのが原因です。なんかイベントをこなすつのかな。奪われた武具を取り戻していただければお力になれると思うのですが。ではジョブギルドについてお教えしましょう。はい。必要な装備を所持している方を除いて、現在は一部のジョブへの転職が行えません。ではジョブギルドについてお教えしましょう。教えてよ。フィフなんだよな。おお。フレツ切り。お、アイテムはこれよ。こういうのが欲しい。瞬刀、瞬刀。ノーマルスキル。アビリティ。これもいいね。でもまだいいか。奪われた武具については、武具屋のロドリグさん、このギルドに武具をどうかよろしく。どこにあるのか、探索開始ですね。これ取っていいの？プレイ。サンキュー。リング。よいしょ。なんか見るとこいっぱいあるな。酒場の客の噂話を耳にした。宿場町の一品店、単なる珍品を扱う店かと思ったら、贋作あったな。作成依頼ができるらしい。ママとこの私を騙したあの魔導書もそこで作られたもののようだ。騙されっぱなしも尺だ。今度は私が偽物を作らせて大塚に高値で売りつけてやろう。なんかこういうあれあったな。儲けるだかなんだか。俺に何の用だ。うん、やるだ。なんじゃ、別に暇ではないぞ。平凡な毎日ってところね。広い。各社様、少し軽量化をお考えになっては。あ、そうね、重い。ヘビーだよ。でものなら喜んで食べて処分しますよ。あるん、かわいいな。どこへ行けばいいんだい。間違えた。長押し。ウエストリスト。酒。あ、エルントから。あ、そうだよね、あの黒人の人。何をしてるんですか。まだ休憩じゃありませんよ。あ、墓場マークあった。わあ、あ、もうちょっとここにいたいわ。あれ、ここ、お、着いた。
内側に入っちゃったここで話せない、ガールズバーみたいな。いらっしゃい。え、これってあ、びっくりした、すごいいかついおばさんかと思ったら獣人だったわ。こっちがいらっしゃい。ちょっと行かせて、行かせて、無理なの。あ、すいません、なんか割った。はい、いらっしゃい。明け星の雫へようこそ。うん、いい酒を揃えていますよ。傲慢な獣人、ま、いかがです。全員におごる。さ、いい酒を揃えてるよ。いつかやりたいな。これは陛下、お呼びしようと思っていたところでした。陛下っぽい服が着たい、少しでも。内密の話ゆえ人目を避けましょう。うん、どうかこちらまで。はい、どちらまで。先日もお伝えした通り、うん、今の王宮は後期に貸し付くもので溢れております。ああ、後期が陛下の方を偽格者と断ずれば、その言いなりになるものは多いでしょう。あんなに悪そうな顔なのに。陛下が本物であることを証明するには即位の宴を利用するのが良いでしょう。即位の宴、王宮にいる格者を、つまり偽格者の療養のために延期されていた即位の祝宴です。その場なら主だった王宮関係者は全て揃います。そこで陛下の力を見せつけるのです。そうすれば陛下こそが真の格者だと。力って何？理解するはず。しかし招待を受けるのは貴族やベルムントに貢献した一般市民に限られます。陛下にはそのためにいくつかのなしていただきたいことがあります。うん、お、3つ。いくつか市民より我ら警備兵に討伐の依頼を受けています。うん、それを一民が討伐したとなれば十分な貢献と言えましょう。うん、後ろ気にしている。どうでしょう、この計画にご協力いただけますか。オッケーオッケー、やってやるよ。こちらで昨今問題になっている場所を3つほど確認しました。うん、まずはベルンワース北西にあるトレボ鉱山、こちらはゴブリンが大量発生しているとの報告がありました。またゴブリンか、得意ですよもう。次にベルンワースから死にそうになってるけど、ハーブ村、ハーブ村、リザードマンの討伐に部隊が借り出されています。リザードマン。そしてベルムントの東端、橋を2つほど越えた先、暴走、こちらでは行方不明の輸送部隊を探してほしいということです。結構あるな。魔物を打ち倒さねばなりませんね。さて何をやるにせよ我々の連携力なら楽勝ですね。かわいい。陛下が各社として名を立てられるよう全部受けよう。かなり危険な任務になります。かなり危険。王宮に潜入し戦王妃リーサの習文を集めていただきたいのです。うん、醜い噂をね。無論私の方でも情報は集めようとはしておりますが、うん、リーサはなかなか尻尾をつかませません。まあそうだろうな、したたかな女なんでしょう。陛下ご自身にお頼みするのは心苦しいんですが、うん、私も立場あるに隠れ身できるから。かないのです。あ、でも私使えないんだよな、なんか。いかがでしょう陛下、お引き受けいただけますか。うん、なんかしとけ。真夜中から明け方にかけて後期の執務室の鍵を開けさせます。うん、何か怪しいものがないか調査いただければと思います。楽しそうだね。陛下が各社として名を立てられるよう法務官の戦王妃の支配下にある王宮関係者の中に一、うん、人だけ確実に陛下の協力者となるであろう人物がおります。法務官のバルデマル殿です。バルデマル、バルデマル。戦王妃リーサは自らの利益のために幾度となく
法典の改正をバルデマル殿に要求しておりました。うん、バルデマル。しかし法のみに忠実なバルデマル殿はそれを拒み、現在は王宮の力を入兵されています。法に照らし合わせれば陛下こそが王となるべき人物。ああ、なるほど。法に従うことを最善とするバルデマル殿ならば、必ずや陛下の支援者となってくれるでしょう。こいつは重要だ。どうでしょう、バルデマル殿の救出に協力いた力王への侵入方法はこちらで用意いたしました。牢屋の会議長だ。これをお預かりください。今回のことは、起きた起きた。あくまで極秘の任務。マスターキー。それでどうかお気をつけくださいますよ。極秘。いいね。ことが判明し、陛下が罪に問われたとて、私には何の手助けもできぬこととなるでしょう。いいよ。立場があるからね。陛下が各社として名を立てられるよう、すべては我らが民のため、頼みましたぞ。民のためか。かっこいいね。あ、お前。ようこそ、いい品があるわよ。あ、私は最初より攻撃行動を優先し、強敵に率先して向かいます。己を信じ、時には独自の判断で動きます。みな寝静まる時間に何のご用で。かわいいな。ポーン、そうや、ポーン、ピータス、ポーンの ID みたいなどこで見んの。間違えた。違うな。ポーンの、ポーンの ID。 どこだ。違うね。あ、あった。ポーン ID。 この ID があれば私のポーンをすぐ呼べるってことだよね。みんな借りてうちのかわいいハルンくんを。防具はでも弱いかな。癒しやで、たぶん。あ、で、宿屋どこかな。宿屋、これか。マーカー設置。ああ、こうやるんだ。結構わがままよねーって言ってた。宿屋でセーブしないとね。セーブしないと大変なことになるんよね。どうです？見ていきますか？はしごで。違う、こっちです。ね、いる。どうに使えます。使えるものは何でも利用しましょう。慣れないな。夜は宝箱見やす。500円やった。
新鮮な果物、久しぶりの入荷、早い者勝ち、次回入荷見て、ああ、なるほどね。大変だね。こっちで合ってる。力出れる。これね。ほい。ダメだ。道が、あ、こっちか。もうちょっとここにいたいわ。やーどうやーどうこー。ここは違うな。ビルド。どうやーどうこー。こっち？あ、やだ、あったよ。やっぱりしれ。おや、お客様。今日は遅いお帰りで、うん、遠出の成果はございましたか。ひらひらして帽子かわいいな。20円だっけ。預ける。ちょっと重いからね。なんか重いもの腐ってる。どうしよう、腐ってるやつ。どれが重いんだ。あー、素材系重いよね。こういうの必要な時勝手に銀行から取ってくれんのかな。出る。休みましょう。では眠るとしましょうか。よし、これで目覚めの気合い入れに。高いな。でも魔物でも借りますか。やることはたくさんあります、うん、さあ冒険再開です。はい。いや、ここでなんかあんの。いや、いいか。ここで落ちとこうかな。落ちてるかやめようかな。ちょうど、もうすぐ12時だしね。いやー、面白いな。まだ始まったばっかだけど、やっぱドグマだな。またやるんでね。毎日はやんないと思うんだけど、ゼルダの編集とかもあるし。またやるときよかったら来てください。うん、なんかブッサイクだな。たまにブッサイクだな。かわいいはずが。お疲れ様です。ありがとうございました。おやすみ。またねー。ありがとう。嬉しかったよ、来てくれて。またねー。おやすみー。どれでいいのか。